長いなとか思わない？長いなとはあまり思わない。でも430ぐらいになると長いなと思いますけど、今回はまあちょくちょくありますね。あるの？はい、あります。で今回出てたそのアメリカのツアーもこういうのはある、うん、あります、あります。はい、結構日本のプロの試合もこんくらいはあるの。へー、でも長くて20かな、多分一番。まあギリギリパンオンできるぐらいのって、うん、でも飛ぶ人だったら結構吉原美さんとか、うん、その原恵梨香ちゃんとか、はい、飛ぶ人だったらもう全然楽勝って感じ。アイアンデース全然いくと思うんですけど、じゃあ行きます。はい、だけど一緒に回っちゃったから、体が一緒にこう一緒に動いちゃって、うんうんうん、でこう入ってこないでも外からこう入ってきちゃったって感じです。その分左に、はい、ためがないって言うと難しいから、ため下と上がもう一緒に回っちゃって、うんうん、こうなっちゃってこういう様になっちゃって、こうあのモサモサだな。え、でもあの旗なのかな。旗でいいかな。でも旗より左でも、旗より左でもいいよね。うん、ちょっといいかもしれない。だいぶ左です。はい、日本でいう QT、はい、まあ、アメリカだと Q スクール、はいっていう試合に鈴鹿ちゃんは出場し、はい、なんと8ラウンド最後が8ラウンドです、ね、その前に待ってその前もあるの。1時2時があって、うん、それは4日間4日間でやって、うん、全然違う日なんですけど、うん、でファイナルが、まあ、Q スクールじゃなくて Q シリーズっていう、まあ、一応名前的には Q シリーズなんですけど、最後が8ラウンドで、最初の4ラウンドと最初の4ラウンドやって3日間いて4ラウンドで、コースも別のところでやってって感じ。え、じゃあ全部で4ラウンド、8ラウンド。はい、そうです。え、それ何日、どれぐらいの期間でやったの。ファーストステージは8月の終わりにカリフォルニア のパームスプリングスっていうLPGA のアメリカツアーのメジャーをやってる ANA インスピレーションっていうトーナメントがあるんですけど、うん、そのコース、ミッションヒルズっていう結構有名なんですけど、あ、有名だね、はい、聞くね。ミッションヒルズっていうコースでファーストステージが4日間あって、4日間やって、それ3コース使うんですよ。ほう。で、もう370人ぐらい出てるんで、その日によって100人ちょっとでコースが違って、で、最後の4日目は3日目でカットがあるんですけど、4日目はみんな同じコース、トーナメントコースでやってって感じですね。2次が10月の半ばにあって、うん、その1週間後にファイナルで、はい、って感じです。で、最後の8ラウンド見事に、はい、通り、もう来年、まあ早ければ1ヶ月後にはプロに宣言し、そうですね、なるという。はい、そうです。どうですか、プロになる気持ちは。いやー、まだ実感はないけど、うん、はい、まだそんな実感はないけど、ね、でもまあやっていくうちには、そうだよね、はい、やっていくうちに、お金が賞金とか稼いでいけば、ね、プロだなっていう感じだと思います、うん、まだ今まで出てる試合はアマチュアだから、はい、賞金も、はい、ないです。そうか、こっからが最初に稼ぐ時がすごい楽しみだね。はい、そうですね。ね、ラフに分けた。アイアン型、違う、アイアン型ユーティリティ、違う、なんて言えばいいんですかね。普通の4番アイアンよりは優しいやつです。
ふずかちゃんも言ってたよ、ちゃんとやんなきゃ。ここだ。あー、でかい。やっちまった。でかくはなさそう。やりました。およかった。ナイスオ。よかった。なんであんな今アイアンで行ったね。結構待ってたのに、はい、いやでもあのボールの後ろ結構なんか空いてるというか、うんうん、こんなスポッて埋まってはなくて、うんうん、打ってたんですけど、まあ、ちょっとやっぱ距離もあってそんなまあすごい優しくはなかったんで、うんうん、この右狙ったんですけど、うんうん、ちょっとやっぱあのラフに負けてちょっと噛んじゃったんで。え、アメリカのさラフとさ日本のラフってやっぱ違うの？違いますね。でもなんかアメリカも広いじゃないですか。広い。芝がもう全然場所によって種類が全然違うので、あなんかそのところに行って応じていかなきゃって感じですね。そっか。このバンカー難しいな。このバンカー見せどこだね。しかもなんかグリーン面がまた難しい。難しいね。超えたよ。ナイスアウト。大切なこと、やっぱりヘッドアップとかしないことですかね。結構それで砂の量とかも変わってきちゃったりするので、うんうん、今はちょっと手前から入りすぎちゃったんで、でも58じゃなくて54とかの方が簡単だったかもしれないです。この方がもっと同じ振り幅でも簡単に距離が出るんで、ちょっとクラブ上げてやるのも一個。そうですね、はい。でも今逆に上げてこう下ってるからね、うん、ふわっとも行きたい感じの。グリーンもまた難しかった。すごくすごいなこのグリーン、想定外。なんだこれって感じ。あーさよならしちゃった。でもまあまだ可能性はある。ラスタッチすごいな。静香ちゃんとの方が難しい。距離感が難しい。やばい。超下手くそ。ありがとうございます。すごい、ちょっと褒められた。なんかここに目標をつけたらなんか全然他が気にならなくなってきた。本当ですか。景色気にならないね、うん、ここって思うと、うん、それに集中すれば、うん、さあまたー。 あ見えるから大丈夫。大丈夫かな、うん、はい。鈴鹿ちゃんはあの私がレッスンしてる時に聞いたのがドライバーだけ10フィンガー、うん、10本グリップ、うん、あの野球グリップっていうのか、ベースボールグリップ。でも指は一応ここには入れるけど。あ、そっか、はい、だからちょっと違う。こうではないけど、こう右手はどこにもかけない、うん、ゲームかな、うん、そうですね。だからこれが10フィンガーだっけ。はい、そうです。10フィンガーですか。ウッドからテンフィンガーです。あ、ウッドからテンフィンガー。はい、そうです。5番
3番ドライバーが先生が最初それ始めたのが6年生ぐらいの時で、うん、でなんか最初お父さんが雑誌とかなんかで見て、うん、それ飛ぶらしいよみたいな、ちょっとやってみたらって感じで、うん、でも最初からすげえこうすぐにできて、それがそれで違和感なく、はい、でもなぜだか多分アイアンだけはて、あの今までインターロッキングでこういうやつなんですけど、うん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 、それなんかアイアンだけはなんか10フィンガーがしっくりこなくて、うんうん、でずっとじゃあアイアンはインターロッキング、はい、そうです、オーバーラッピングとウエッジ、うん、ずっとインターロッキング、でもドライバーだけこう、ドライバーとウッドだけこうやって、これまたレッスンでやったらめっちゃ良かったんだけどね、コースじゃなかなかなんか飛んでくんじゃないかって思う、ドライバーが確かに慣れないとね、ちょっと気持ち悪いかもしれない、飛びの秘訣らしいですよ、いやもう絶対当たるわ、微妙。でもバンカーこれは一応グリーンですね。そうですね。グリーンでかい。右に乗せよじゃあ、うん。あ、抜けた。バンカー入んないで乗るかも。あ、入んないで。入っちゃったかも。入っちゃったかもね。静香ちゃんのさ、はい、平均飛距離はどれぐらいなの、ドライバー250くらいですね、でもバンカーが多いです、あ、うまい、ナイス、でも、OK、はい、切れないですね。ね。静香ちゃんの好きなプロゴルファー、プロゴルファー、もうプロゴルファーはしますか、好きな、まあ、好きなというか、でもダスティン・ジョンソンとかもう結構男の人になっちゃうんですけど、あ、でも全然全然、でも朝もさ PGA の選手が好きです、好きっていうかやっぱりすごいなと思っていつも見てるから、え、実際見たことあるの、あ、生で、いや1回だけあるんですよ、うんうん、あの今年、うん、全米アマで行った時に、うん、隣の州だったんですけど、車で5時間日帰りで、うん、あの全米プロを見に行って、へー、人がすごくて、うん、でもやっぱりすごかったです、あんまそんな時間もなくてあまり見れなかったんですけど、うん、でも5時間かけていたの、みんなかっこよかったです、はい、片道、はい、いいよ、お父さんが運転だから、お父さんすごいね行こうっつって、なんかそのマッチプレー2回戦で負けちゃったんで、うん、
あるからこんな機会ないし行くかってなって行きました。これの方が全然まあナイスです。わあ、スライスするんだ、そんなに。ダスティン・ジョンソンの続きの話で、はい、好きな理由？独特なスイングじゃないですか、まあ、うん、綺麗ですけど、うん、でもやっぱ日本人から見たら結構独特なスイングで、独特でもどうなってんの体ってなるの、うん、すごいトップとかすごいですもんね、うん、でもなんか上手いですし、やっぱあれだけ飛んで、うんうん、だって400くらいは飛びますね、当たったら。当たったら飛ぶよね。どんくらい飛ぶんですかね、平均で。てか振ったらどんだけ行くんだろうね、うん、多分あれでもみんな結構出てる人たちそんなに、そうだろうね、振ってないと思うんで、みんな8割ぐらいで振ってると思うんで、そうだ、ね、多分満振りしたらすごいと思います。すごいことになるよね、はい、なんかいつもは350ぐらいとかですかね、うんうん、鈴鹿ちゃんはさ、ドラコン大会とか出たことあるの？いや、ないです。あ、ドラコン大会ないです。ない、はい、ないと思います、うん、記憶にない、あんまり。一番人生でこんだけ飛んだなっていうのって何ヤードぐらい飛んでた？まあ、ランも含め、うん、ランも含めたら1回300ヤードぐらい行ったことありました。なんかハワイで、うんうん、あのLPGA ツアーのロッテチャンピオンシップっていうの出させてもらった時に、うん、フォローだったんですよ。ですっごいそこ下が硬くて、もうグリーンとかも止まんないんですよ、なかなか。で、落ちるところはちょっと下ってて、うんうん、で、なんか多分そこに落ちて、さらにフォローで転がってって言って310ぐらいのところに書いてある。あのロープが、あのロープっていうか、なんか横に距離が書いてあって、ドライバーの距離、そこを310とか言ってました。やばい、ね、全部含めてだけど、多分キャリーはその時240ヤードだと思うんですけど、ランがすごかった。すごくない？それ、え、60ヤードランしないでしょ、多分。もうちょっといったんだよ。いや、本当にします、そのくらい。本当にフォローでもすっごいそこ下硬いんで。へー、300ヤードだって、やばいね。